チ。これで終わりだよね。こんなの続けてたら体が持たないよ。うん、さてはカオリン、運動不足じゃないかな。もっともっと悪魔と戦って運動不足を解消しよう。さすがイロハス、その柔軟さにしびれる、憧れる。ココニャンに褒められちゃった。イロハって本当に素直っていうかピュアだよね。それよりもうこれでおしまい。なあ、そろそろ揺らぎも消えるはず。これはどういうことかしら。もしかして悪魔が残っているの。みんな、くれぐれも油断するなよ。魔法少女の目をごまかせると思ったら大間違いだぞ。そのセリフ、めっちゃ悪者っぽくない。それは困るよ。私は正義の味方なんだから。落ちてるよ。なにこれ、すっごくかわいいにゃ。かわいいけど、そのなんだかエッチね。ああ、そうですね、なんかあれっぽい感じが。エッチかどうかはさておき、まさかこいつが揺らぎを発生させているのか。だとしたら駆除した方が良さそうね。かわいそうだけど。揺らぎをこのままにしとけないからね。じゃあカオリン、思い切ってやっちゃって。なんでうちにやらせるんですか。このつぶらな瞳で見つめられると。できない、イロハに任せる。もう仕方ないな。じゃあ私が思い切ってやっちゃうね。お前って豪気だよな。というか武闘派。魔法少女には愛と力が必要なんだよ。それじゃあイロハ。だよ、大声出して。って、どこだよここ。オムオム、それは私の方が知りたいぐらいだよ。いきなり目の前がピカーって真っ白になったのは覚えてるんだけど。もしかしてあの変なのをぶん殴ったからか。それって私のせいってこと。いや、あくまでも可能性の話だ。それよりここがどこなのか調べる必要があるな。見たところ今までの世界と似ているな。というかそっくりと言うべきか。私もそう思う。それになんとなくだけど見覚えあるんだよね。それってイロハが知ってる街ってことか。どうした、イロハ。ちょっとそこの本屋さんに行っていい。おう、それは別に構わんが。その格好のままじゃあれだ、さっきから視線を感じてるし。わあ、そうだね。忘れてた。うんうん、見たところここも普通の本屋だな。
何何？今月の新刊？な、これって…あれれ、ずいぶん前の年になってるね。店員さんが書き間違えたのかな。そんな書き間違いするか。いや、単純に古い本が再版されたとか。おむおむ、こっちの雑誌も同じ年になってる。マジかよ。ここって古本屋じゃないよな。おお、古本屋さんには見えないけどな。ちょっと待って、スマホで調べてみる。現在放送中のポロキュアシリーズは…ちょっと待て、一体何を調べて。なんだよ、いきなり大声出して。三代目のポロキュアって書いてあるな。そうなんだよ、本当はもう15代目なのに。ちなみに三代目は10年以上前だったかな。それってもしかして。ポロキュアによるとここは10年以上前の世界ってことだね。ここが本当に過去の世界だとしたら、俺たちはどうやって戻ればいいんだよ。ああ、そうだったね。あの丸いのがいればパンチで戻れそうなんだけど。そいつはいい。だけどもっと過去に飛ばされたりしてな。今度は100年くらい昔かも。どんな魔法少女アニメやってたか楽しみだね。はは、イロハはバカだな。そんな昔だとアニメなんかやってないぞ。そうなんだ。って笑ってる場合じゃない。元の世界に戻る方法を探そう、今すぐ。だったらその前にコンビニでポロキュアカードグミ買ってきていい？お前ってすごいわ、いろんな意味で。オムオム、私お腹すいた。さっき見つけたふわふわシフォンケーキのお店に行こうよ。いい子だから、さっき山ほど買い込んだポロキュアカードグミでも食べてなさい。もうグミ飽きた。欲しかったカードも出たし、オムオムにあげる。俺は腹空いてないし、そもそも食えないっての。元の世界に戻ったら香りにあげな。そうだね、香りポロキュアカードグミ大好きだし。でもこれからどうするの？もうこんな時間だし。そうなんだよな、俺だけならまだしも、イロハに野宿させるわけにはいかないし。それは大丈夫だよ、だって近くに家あるし。そうだ、ご飯食べに行こう。バッカ、何言い出してんのこの子は。この世界のイロハは幼稚園児なんだって。それなのにお前が現れたら大騒ぎだっての。はは、そういうことか。だったら子供の私にご飯を分けてもらう。それもダメだ。お腹すいたよ。待ってよ、ここにイロハが来ているということは、この世界のイロハは存在できないはずだよな。
もしかして時間軸が違う場合は別なのか。ねえ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 、だったらファミレス行こうよ。24時間空いてるからお泊りもできるよ。そうするしかないか。よし、今日の調査はこのぐらいに。カウション。オノム、悪魔だよ。デュナミスフィアは別の世界、いや、時間軸でも反応するのか。そういうのは後にして、誰かが悪魔に襲われちゃう前に倒さないと。ああ、それにしてもお前って悪魔絡みになるといきなりかっこよくなるよな。当たり前だよ、だって私は魔法少女なんだから。見ろイロハ、悪魔だ。それに子供が悪魔に襲われて、じゃなくて戦ってるみたい。出たな怪人、チャリダーが相手をしてやるぞ。とーチャリダーキック。へいへいへい、この野郎ぶっ飛ばす。うわ、なんか悪魔の方が困ってるぞ。あいつらがあんな反応もするんだな。感心してる場合じゃないよ。今はいいけど、反撃されたら大変だけど。そうだった、イロハ、いけるか。もちろん。さあ行くよ、オノム。ポロキュア、オープンマイハート。え？南国に咲く一輪の花、キュアデロニクスレジア。デロニク？カエンジとか鳳凰木とか言われる木だよ。ネットで炎っぽい花を探してたら出てきたんだ。いや、一度これやってみたかったんだよね。魔法少女なんだからちゃんと変身しないと。ねえねえ、これからはみんなでこれやろうよ。オムオムからもみんなにお願いして。わかったわかった、いいから今は悪魔だ。オッケー、キュアデトロイトがサクッと退治しちゃうぞ。もう名前変わってるし、つかさっきの子がめっちゃガン見してるぞ。お前も怪人だな。怪人じゃないってば。君、ポロキュア知らないの？ポロキュア？そんなの見てないし。それより怪人じゃないなら引っ込んでろ。この怪人はチャリダーがやっつけるんだ。灰色怪人、お前は俺が倒す。チャリダークラッシュ。お、いいパンチ、君って筋がいいかも。バカ、感心してる場合じゃない。これで魔法少女の凄さが分かったかな。
チャリダーぐらいすごかった。ねえねえ、他にはどんなの戦ったの？合体怪人みたいなのも戦った？もっとすごいのと戦ったことがあるよ。エビみたいのとか、ドラゴンみたいのとか。それも一発で倒したの？もちろん、悪魔なんてシフォンケーキより簡単にぺっちゃんこにしちゃうんだから。いいないいな、俺チャリダーやめて魔法少女になる。お、いいねいいね。そのためにはまずポロキュアグミを食べよう。おいおい、何しれっと押し付けてんだよ。うわ、なんか変なのが出てきた。黒玉怪人だ。これでも食らえ。変なもの投げつけるな。それに俺は黒玉じゃなくて、ちょっと待て、俺が見えてるのか？もしかしてお前は見えちゃ悪いのかよ。黒玉怪人め、ヒートブラストでやっつけるぞ。わかったよわかった、見えてていいから。とにかくこいつを家まで送ってやらないとな。親御さんも心配してるだろうし。で、どうした、イロハ？オムオム、この子が投げたのさっきのやつだよ。おお、これってもしかして、これを叩けば元の世界に戻れるかも。だけど先にこの子を家まで送ってあげなくちゃね。君のお家はどこかな？お姉ちゃんたちが送ってあげるよ。そんなのいいよ、俺の家すぐ近くだし。そうだ、お姉ちゃんと黒玉怪人も来いよ。おお、追いかけなくちゃ。いや、この近くに住んでるならわざわざ追いかけることもないだろう。それとこの揺らぎをそのままにしておけない。おそらくこれが原因だからな。そっか、もう少しあの子とお話ししたかったけど仕方ないよね。そんなのはいつでもできるさ。え、それってどういう意味なの？まあそれはまたおいおいな。それよりこれに一発決めてやってくれ。うまくいけば元の世界に戻れるぞ。うまくいかなかったら？その時はその時だ。元の世界に戻れるまで二人で頑張ろうぜ。私、オムオムと一緒に頑張るよ。